から大根とか普通だったらおでんに1本入れたいのを半分のカットを買おうかなとか、うん、考えてます。お鍋とかもやりたいんですけどね、高いからうんっていつもの感じで買っていくと合計金額を見て、あ、こんなに買っちゃったんだっていう驚きがすごくあります。生活していく上で直結するようなことに対するなんか対策っていうのをちょっとしていただきたいなっていうのはすごく思いますね。中津川市のこちらのスーパーでは食料品全体の値段が上がり、毎月値札を変更する作業に追われています。その中で著しく価格の上昇率が高いのが、特に値上げが強いなと感じるのはお米になります。10キロ去年がですね、だいたい4000円、3500円から4000円ぐらいの値段が今もう6500円を超えておりますので、本当に高くなってますね。で、5キロが去年の10キロの値段ぐらいになってしまっているので、ここはもう値上げを実感できるような、特にできる商品だと思います。今は米がなくなるということは解消されておりまして、秋の収穫ができておりますので、お米自体は新米がどんどん入ってくるような状況になっておりますが、やはり去年と比べてちょっとお米が高くなっておりますので、どうしてもお客様も買い控えに走っているような印象を受けております。また比較的価格が安定していた豚肉にも影響が。値上げを実感できるのは豚肉じゃないかなと思います。安いような価格帯のお肉でしたが、ここ最近はどんどん値上げが進んでおりまして、昨年と比べてもどうしても買いづらいような価格になってきたのかなと思います。これから旬を迎えるみかんも自然災害や生産者の減少の影響もあり、値上げが見込まれています。お客様に買いやすい価格帯の商品というのもいろいろと作っていこうかなということを考えております。野菜や果物であればバラ売りをしたりとか、少量パックで詰め替えたりとか、そういった形で、少しでも買いやすい価格帯の商品をお客様に提供できるような努力をしております。政策として本当に物価高がどうにかなるのであれば、価格上昇を抑えるような政策を我々は望んでおります。総務省が今月18日に発表した9月の消費者物価指数では、生鮮食品を除く食料が 3.1% 上昇し、新米の高騰が食料品全体を押し上げました。物価高を背景に賃上げする企業もありますが、特に地方では依然として賃上げが追いついておらず、家計の負担はさらに重くなる可能性があります。こうした物価高の課題に対してどのような対策を掲げているのか、主な政党の公約などはご覧の通りです。自民党は消費税の減税はせず、低所得者への給付金で対応。立憲民主党は中低所得者の消費税負担に関して一部税額控除、控除しきれない分は給付付き税額控除を実施。日本維新の会は消費税を一律 8% にして軽減税率を廃止。公明党は低所得者への給付金を支給、電気、ガス、ガソリン代の支援を継続。日本共産党は消費税を当面緊急に 5% に下げる。国民民主党は消費税を 5% に下げる。所得税は基礎控除と給与所得控除の合計を引き下げ、れいわ新選組は消費税を廃止、社会保険料を引き下げとそれぞれ各党が主張しています。出口が見えない物価高、その対応も選挙のポイントとなりそうです。投開票日は今月27日です。